はい、はい、16対9の四角の中に生きる妖精です。もうね、買ってうわ、ほこりかぶって、すっごいほこりかぶってる。もう1年、うわ、1年以上ね、経ってる。で、1年以上前にね、何度かやったんですが、ジグソーパズル、マイクロピースっていうね、普通のジグソーパズルよりすごいピースがちっちゃいんですね。ちっちゃいの好きですね。ナノブロックとかね、ジオラマとか、ちっちゃいの好き、ミニチュア的なものが大好きで、いろいろあるんです。こんなにあったんだ。まあまあ5 6つか。まあまず富士山ね、富士山と芝桜、ピントをいちいち合わせていくのね、ちょっとあれなんで、ちょっと写真霊峰赤富士、霊峰赤富士、忍びの富士、忍びのか、これ何て読むの、おしのと、これ親父にもぶたれてたこと、ガンダムのね、名台詞ですか。親父にもぶたれたことないんだ、決定的 な訓練を、ね、あえて言おう、カスであると、決定的な打撃を受けた、もういいかなこれ変だな、これ灼熱地獄、これはとにかく難しいと思います。だって赤一色ですからね。ヒントがね、ないんです。これちょっと時間ないで今日はこれやりませんね。どれにしよう、迷うな。あ、季節柄、桜の季節ではね、もうちっちゃいましたけど、これ今4月のもう半ばですね。芝桜はもうちょっと遅いんでしたっけ。芝桜行きましょうかね。桜花見行けなかったからね。あ、このガンダムのもまたやろっか。たまにやっていきますね、これね。で、割と楽しいんですよね、ジグソーパズルね。ちょっとやってまいります。はい、やってまいります。108ピース、前富士山、これとは違うやつをね、やった時はね、30何分でできた、35、6分かな、割と標準的なタイムでね、できたんですが、正解もここに置いてみながらね、空はこっちだ、こっちだな、え、もうこれ合ってんの、いきなり、これ端っこですね、全部表向けるのも大変だから、ちょっと富士から攻めていこう、わかりやすいよ。今、行方不明者が出ております。こちらは広報伊勢ですっていうね、70歳の人の行方がわからなくなったみたいですね。多分今聞こえてないでしょうけどね。うわ、なんかちょっと、なんかちょっと違うような。なんか歪んでるな。まっすぐじゃない感じがするな。いやー、なんか違うぞ。これここかな？お尻た。これがこうか。あ、これ、うん。だからこれが違うんですよ。これがね。これがだから多分ここじゃないの。あ、で、で、これがここなんだ。あ、これでちゃんとなったわ。この辺。これこうか。なんか変だな。違うな、この辺か、これこうだろうな、だからこの3つですよね。どう入んだろう。ああ、違うな、これ違うわ、なんか違うな、なんだよ、ここが違うのかな、ここがこうなのか、あ、これこうだ、なんかしっくりきてないよ、これ違うのか、時間今は18分、あ、20分経ってるわ、だいぶ来たよ。ちょっと、もう繋がるよ。こうでしょ。ほら。おお。
もう終わる。もう2、4、6、8、10ピース。ここかな。こうだな。あと4つ。あ、これはここだ。あと3つ。これこうだな。なんか微妙に違うな。これが違うのか。これがこっち、あ、こっちだ。これがこっちだ。うん。で、これがここに入って。おう。で、これで終わりだ。できた。芝桜。よいしょ。まあ、だいたい30、7、8分かかったかな。完成。完成。はい。芝桜完成しました。あとで写真も撮っとこうかな。ヘリうるさい。ジグソーパズルマイクロピース。世界遺産富士山と芝桜。ちょっと標準時間よりも手こずりましたが完成いたしました。どこ、まあ、真ん中あたりが難しいですね。このね、真ん中あたりね。ここもね、割とね、割と苦労しましたかね。もう難しい、まあまあ難しかった。もっと対策に挑みたいんですが、はい、今のところ僕はこれで手一杯ですね。富士山行ったことあったっけかな。ないと思う。眺めたことあるけど登ったことはないですね。裾野までは行ってない。近くまで行きましたが、富士山すごいですね。霊峰富士ね。ヘリがうるさい。まじゃまじゃじゃ、まあ、じゃ写真撮っときますね。